お兄さん、前にどこかでお会いしました？びっくりした。いや、久しぶり。やつれたね、アトラ。なんとかね。それ、バーミリオン？私、この色好き。バーミリオンの天然の顔料だけど、美しい分毒がある。昔は新車の…なんか、可愛くなった。くどいてんの？え、ごめん、もう行かなきゃ。ひどいわ。じゃあ、予備校の先生にもよろしく言っといてね。こんな可愛い子、どこで見つけてくんのよ。じゃあ、シワシワ入れてくれます？ちょっとごめんなさい。もしもし、ヤトラ、どうしたのよ。それだけならもう切るけど。してほしいことないの？え？店の売り上げに貢献してもらおうと思ったんだけど、ダメか。そういうところだよ、ヤトラ。君は、溺れる人がいたら聞くことはあっても、自分も脱ぐことは絶対にない。正しいから優秀なのさ。ないなら、私がお前に話すことは何もないね。バイト？そんな格好で。見下してんのよ、私たちの子ら。好きにさせたのに。でも、おばあちゃんの中のゆかちゃんは、お絵描きの大好きな。おばあちゃん、俺はもう美大には行かないよ。海外から連れ出してくれないかな。母さん、部屋の荷物。知らないわよ。こんなの人権侵害。どうせゆかちゃん、母さん、これだけは二度と捨てないでよ。なんだよ、一方的に電話しておいて。お前のために会いたい通報が今どこ。溺れに行かない？明日の昼に帰ってこれれば、あと1枚こける。